10秒を切りました。緊張の一瞬5秒を切りました。真夏の祭典 G1 第29回キューポラ杯優勝戦スタートしました。10メーター線からは2番の篠原好スタート。篠原木村さらには田中茂、26期のメンバーが好スタート。後方からは5番の高橋光、長江は最後方からの競争になりました。さあ3コーナー4番の田中茂がインコースから飛び込んでまいりました。早くも先行バッターが4番の田中茂、そして5番の高橋光、高橋が内からさばいて、さらには1番の片平匠が混戦の内側をさばいて、現在4番手から3番手となっている。1番の片平が不気味であります。先頭4番の田中先頭、追走するは5番の高橋光であります。長江は現在5番手を回っております。さあここで残り6周、高橋が先頭に上がりました。高橋光が先頭、前に高橋光が立ちはだかります。インを狙っている田中茂、さあ田中茂が入ってまいりました。なんと王者高橋光の内をついたのは田中茂、田中先頭。さらにはさあ船橋のファンはこの日を待っていました。片平の完全復活が最後差し返すのは5番の高橋、熾烈なデッドヒートになっている。高橋光先頭、この集団に取り付いたのは6番の永井大輔であります。さあ5番の高橋が先頭、出る杭は打っていきます。5番の高橋光、まだまだ俺の前は走らせないという激走であります。先頭5番の高橋光、中段では6番の永井、現在4番手。先頭高橋光、2番手は片平匠。5年前のキューポラ杯はこの2人のマッチレースでありました。その時は片平匠の優勝でありました。今度こそ5番の高橋光、キューポラ杯を制覇なるか。そして3番手、さあやってまいりました。すれ違いざまにその凄さを印象付けていく永井が3番手に上がりました。レースは残り20であります。先頭5番の高橋光、そして何かをやってくれそうであります片平匠。6番の永井は3番手。さあ船橋勢が襲いかかる。天才的なハンドルワーク、片平が刺した。レースは残り1周であります。高橋が先頭、永井は2番手であります。そして1番の片平と競り合っている。先頭は高橋光、高橋、そして2番手片平か、それとも永井か。先頭高橋光、これぞ王者の貫禄であります。真夏に輝く高橋、2番手は片平か。ブルーランプ消えていきます。5秒を切りました。3秒2秒、優勝戦スタートしました。山田雅宏が好スタート、内側から福田、そして3番五十嵐。さあ山田が2番の福田を叩いていった。6番の山田が好スタート、山田が行った。しかし福田が踏ん張る、懸命に福田が踏ん張っている。アウトコースからしかし抑え込んだ。山田が行きました、山田が行った。さあ片平は現在どこだ。現在中段の4番手になっています。レースは残り5周、先頭は6番の山田、山田が主導権。五十嵐が2番手と上がって、福田3番手交代、そして片平匠高一だぞ。片平も高一だ。片平4番手、その後ろ荒尾、さらに4番の浅香続いて長井は7番手、最後方に梅田が交代。さあ片平が来ている。レースは残り4周、山田が先頭、五十嵐2番手、そして片平が3番手上がってきた。片平3番手、まだまだ周回数はある。先頭は山田が先頭、2番手が五十嵐、3番手が片平。さあ片平攻めてくるか、片平が攻めてくるか。来た片平、五十嵐を捉えた。さあ片平が来た、片平2番手、山田が逃げる、片平が追ってくる。五十嵐もまだ諦めていないか。先頭は山田が先頭、山田が抑えて先頭だ。しかしさあ片平、優勝が見えてきたか。レースは残り2周、片平が入ってまいりました。片平が先頭に変わる。片平先頭、人気両者のマッチレース。アウトコースが山田、インコースが片平。さあ優勝が見えてきた、片平先頭だ。山田2番手、3番手が五十嵐和夫。レースは残り1周、片平信者の皆様、大変長らくお待たせいたしました。久々の優勝が見えてきた。5番の片平先頭、皆様ハンカチのご用意はよろしいでしょうか。片平先頭だ、2番手山田、3番手が五十嵐。さあ片平だ、片平復活の優勝。スタートまで5秒前、3秒前、マイスター決定戦12レーススタートしました。2番の牛澤和彦は電光石火のスタートを見せました。前を叩く速攻は2番の牛澤和彦であります。そして3番の若井も上々なスタートを見せました。さあ7番の田辺がまずは序盤から大逃げを打っています。7番の田辺が先頭であります。2番手は8番の西村義政、その後ろ2番の牛澤和彦は外目を使って3番手から2番手を伺いますが、
3番の若井が内をついて上がりました。さあ内田と若井が2番手競り合いながらバックスレッチへ抜け出します。先頭は7番の田辺、田辺のペースでありますがなかなか後続を突き放すスピードがないようです。3番の若井、さらには2番の内田が迫っています。4番の金平現れました。これは金平やってまいりました。まだ中段でありますがその足色は際立っています。先頭は3番の若井、2番手は2番の内沢でありますがもう4番の片平も中段まで上がってきています。この時5番の岡部でありますがまだ中段から後方を回っています。さあ地元の若井が先頭だ。残り50を切りました。若井が引っ張っています。2番手は内沢和彦、そして3番手上野をまくっていく4番の片平拓実。さあ片平は3番手浮上なるか。しかし6番の上野が頑張っています。4コーナーからホームスレッチへ片平が切り返してここで3番手に上がりました。残り4勝を切っています。先頭は若い、地元勢がレースを引っ張っています。内沢が2番手から狙うも3番の若井が引き離していく。2番手は2番の内沢です。その後ろ4番の片平拓実。さあ内沢がインをえぐったのか。若井がこらえている、若井がこらえている。残り3勝を切りました。この争いにじわりじわりと4番の片平が加わってまいりました。さあ片平、2番の内沢をまくるのか、片平が内沢をまくるのか。先頭は若い友和であります。地元の記念競争、地元勢が頑張っていますが、さあここで内沢を片平がまくりました。片平が2番手に上がるのか。抵抗するは内沢です。内沢が2番手争い交代しました。さあ片平2番手に上がりました。2007年、今年の目標は SG の優勝とグレードレースの制覇でありますが、さあ獲物は1人だけ。若井が頑張っている。しかし片平が迫ってまいりました。地元の若井か、それとも片平か。さあ片平がまくっていく。内側から内沢和彦、さあ内沢が渾身の飛び込み、さあ内沢が突っ込んでいく。内沢と若井が競り合っている。最後の直線片平か、片平だ。本能で戦え、オートレースグランプリの優勝戦スタートを切りました。さあ飛び出していった荒尾、いつか荒尾が出るか。内側から長い、高橋は詰まれた、高橋は詰まれた、高橋は7番手。さあ長井が行きました。初の栄冠へ長井が渾身のスタート。2番手と6番の森克幸、さあ初の SG がかかる長井森同期対決か。3番手が荒尾です。その後ろ有吉、そして高橋が追ってきました。高橋が4番からで追ってまいりました。先頭は長井大輔、長井が序盤戦主導権を掴んでいます。2番手が6番の森克幸、森が2番手、3番手が5番の荒尾さんの死亡不気味な存在です。荒尾の後ろから3番の高橋、そして有吉達也が続いている。1番の浦田6番手です。さあ長井が逃げている。まだまだ SG 初制覇へは長井に1人。さあ3番手へと高橋が追い込んでまいりました。場内は大歓声です。さあ5番の荒尾をさばいたのは高橋、高橋がスタートを遅れながらも3番手まで上がってまいりました。突き放しているのは2番の長井、長井が後続を突き放している。2番手6番の森克幸、森はここまでか。差が広がってきました。先頭長井、長井先頭だ。さあ見えてきたか、残り6周回、高橋現在3番手、高橋が3番手から、さあ森を射程圏に捉えている。有吉がその後ろになりました。25キの中に高橋、さあ高橋が2番手へと上がった。コーナーごとに大歓声、高橋2番手上がった。残りはまだ50回、先頭は長井大輔。さあグランドスラムか、それとも初の SE 制覇か、長井の夢か、それとも高橋の気持ちか、どちらが勝るか。長井先頭、このリードはセーフティーか、長井先頭です。2番手が高橋、有吉が追ってきました。残り4周、先頭は長井大輔、長井先頭大丈夫か、この距離は大丈夫か。15度目の正直になるか長井。2番手争いは有吉を追ってきた、有吉も追ってきた。高橋の後ろから有吉が迫ってまいりました。さあ残り3周回、いよいよ長井に来ましたか、収穫の秋。さあ2番手滑った、高橋、高橋が滑った。インコースから有吉達也、有吉が2番手に上がりました。有吉が2番手、高橋、グランドスラムの夢は粉砕されたんでしょうか。3番手交代であります。先頭は長井大輔、長井先頭見えてまいりました。 SG 初制覇見えてまいりました。対岸成就なるか長井、しかし有吉がじわりと差を詰めてブルーフラッグです。残りは1周回、これまで何度も弾き返された SE の壁、ここ伊勢崎でもあと一歩のレースが続いていました。しかしついにその瞬間が訪れる。長井大輔15度目に
来て、いよいよ SG 発生派か、有吉が2番手、永井大輔、ついに SG を勝ちました。川口オートで最も歴史のある記念開催、開設57周年記念グランプリ優勝戦スタートしました。相当から森和幸一家、いや内側からさあ G1 初輸出岩下センタが行くか、いや荒尾が行くのか、一周3コーナーに岩下センタがかけている。さあ荒尾の内側、岩下センタが突っ込んできました。岩下センタが先頭であります。さあこの優勝戦、台風の目となるか、岩下がまずはレースを引っ張ります。2番手には荒尾聡がつけています。地元期待の森和幸は3番手からの発進です。4番手に浦田、その後ろ西村龍太郎であります。田中茂は6番手、岡部聡は7番手、最後尾瞳だけしてあります。残りはまだまだ6周回あります。さあ岩下センタが一発やってのけるか、岩下センタが先頭でありますが、森和幸が内を狙っている。森がさあ荒尾の懐を入ってまいりました。昨年のオールスター準決勝のまさに因縁の対決の2番手争いであります。先頭岩下センター、その岩下に襲いかかる地元のエース森和幸であります。一騎当選の強者森和幸、さあ西日本勢の森包囲網をなんとか打ち破るか、残り4周であります。岩下の初ぶりの夢を打ち砕いた森和幸であります。 G1 初ぶりは俺が先だと言わんばかりの仕掛けでありました。森がトップに上がりました。先頭は地元の森和幸であります。2番手岩下センター、岩下ここまでか、岩下の挑戦はここまでか。3番手荒尾聡がつけています。土壇場になればなるほど進化を発揮する荒尾でありますが、現在は3番手に甘んじています。浦田慎介も4番手で足が止まっています。その後ろ西村龍太郎に岡部聡、ひとみたけしは7番手、最後尾なんと田中茂は最後方であります。先頭森和幸、もう1回岩下センターが差を詰めていきます。先頭森和幸です。まさかのスーパースター敗退から1ヶ月、悔しさをバネに大きな力に変えました森和幸が先頭。さあ残り1周に入ります。まだ一歩ハードルをクリアする森和幸でありますが、さあ岩下センターが最後に狙えるか狙えないか、森が先頭だ。地元走路で初めて森和幸が G1 を勝ちます。最後の直線森和幸、針動きます。2秒前、1秒前、各社一斉スタートギアン。さあ内からいい動きを遠藤だ。遠藤がスタート落ちました。8番の安藤がまずは旋回、そして遠藤が追走です。後方2番車片平も負けじと現在3番手、車を上げろ。どこが3番車伊藤が追走の4番手、6番の永井がその走行、そして5番の浦田が中段位置、4番の岡部です。そして最後方は7番車有吉の展開、1番が気合走り、遠藤誠がスタート切りから行きまして、2番の片平が追い詰める、2番の片平が追い詰めています。現在早くも黒いシャブが上がった。5番の浦田が現在後方の4番手、浦田は4番手であります。前はどうでしょう、2番車か片平がさばいてまいりました。片平です。片平匠が先頭に変わっています。1番車遠藤誠が現在2番手交代、5番の浦田が急ピッチの追い上げ、こちらも2番手に上がった。さあここで5番の浦田が2番手、その後方に1番の遠藤から3番車です。伊藤信が現在3番手。さあ鶴瓶八か、5番の浦田現在2番手、2番の片平です。2番の片平が先行しています。5番車浦田が詰めています。浦田は詰めています。全輪交差に5番の浦田、しかし届かない。まだ周回があります。2番の片平が追走。さあここで先頭追走、5番の浦田の展開、3番伊藤が忍び寄っている。3番伊藤が現在後方3番手、そして6番車長井が追走の4番手の石やや遅れている。ここで再度5番の浦田のどかんとする、浦田がのどかんとするが、ここは無理。2番の片平がかなりスピードが乗っています。5番の浦田が追走の2番手、3番伊藤は現在3番手、今6番の長井が4番手、やっとカット。さあ前の方は2番車片平匠が行っている。2番の片平がバックスタッチ、2番の片平がバックスタッチを抜けています。5番の浦田は追いすがっておりますが2番手、3番の伊藤は3番手、変わらず2番です。不死鳥片平が行く、片平です。
強い片平が帰ってまいりました。2番の片平匠が現在先行、5番の浦田は寄せつけません。5番の浦田は2番手、3番車伊藤は3番手の位置、2番車片平です。2番の片平が来た、2番です、片平が勝。浦田金子の一戦、ここが明るい2012年へのスタートライン、SG スーパースター王座決定戦スタートしました。さあ内側から中村か、センターから有吉がトップスタートを切りました。さらには永井大輔2番手好位置につけています。さあ昨年のリベンジへ、有吉達也そして永井大輔、この両選手が先頭2番手、ちょうど1年前なんとも絶望を味わった2人が先頭2番手を形成しています。レースは2周目に入りました。永井が差してきました。永井が先頭に上がりました。この魂の走りがファンと選手の絆を深めています。2番手は有吉、3番手中村がつけ、4番手浦田慎介の体勢であります。さあ2番手に中村が上がってくるか、残りは8周、まだまだ周回を残しています。歓声がこだまする川口バック、2番手に中村が上がってまいりました。もう1回有吉、さあもう1回有吉、内を狙って2番手が競っている。永井は絶好の展開になりました。永井が先頭です。2番手には有吉、3番手に浦田慎介、浦田慎介は SG グランドスラムがかかっています。この大一番であります。浦田が追い込んでただいま3番手に上がってきています。先頭は永井大輔、スタートから一世一代の大勝負をかけてまいりました。永井が先頭です。2番手には有吉、さあ内を差してくる浦田、流行る気持ちセーブしながらそれでも果敢に攻めてきました。浦田慎介が2番手に上がってまいりました。先頭永井とはその差は4写真であります。ちょうど1年前思想落車という絶望を味わいました。立ちが折れないくらいどん底を見ました。しかし挫折を乗り越え大きな力を蓄えて因縁の川口バンクに強い永井大輔帰ってきました。先頭であります。しかし2番手から忍び寄ってくるのは浦田慎介、 SG グランドスラムへ攻めあるのみであります。残り4周を切ります。さあ永井が先頭でありますが、2番手から浦田が忍び寄ってまいりました。さあ稀に見る接近戦になりました。優勝争いです。残された周回はあと3周半であります。先頭は永井、しかしさあ先頭浮上が見えてきたか、浦田慎介、これが優勝決定打になるのか。浮上さしてくる浦田が入ってきた、浦田が入ってきました。目に見えない圧力をかけ続けました。浦田慎介もう1回外から永井大輔であります。永井力を合わせていないか。先頭は浦田慎介、2番手は永井、もう1回永井だ、もう1回永井、結果を出してリセットしたい、1年間抱き続けた思い実るか。永井大輔現在2番手であります。3番手には有吉、4番手中村の体勢になっています。優勝戦の興奮度はここが最高潮に達しています。残り1周に入りました。先頭は浦田、2番手は永井大輔、3番手に有吉達也、先頭はここで浦田慎介抜けました。浦田が先頭であります。2番手は永井、3番手有吉、史上3人目の SG グランドスラマーとなります。最後にパフォーマンス、浦田慎介。水が美く走路での8周回第12レース優勝戦枠番選択です。スタートしました。さあまずスタート7番青木春近です。青木が行きましたが、インコースから2番荒尾、それから3番の東尾野、そして7番の青木春近現在3番手、高橋光は現在6番手から7番手の位置となっています。先頭2番の荒尾です。2番手が3番東尾野、外から7番の青木春近追走していきます。さあ青木が7番の青木が2番のさあ荒尾の外までやってきました。インコース3番の東尾野、その後ろから4番伊藤信夫現在4番手の位置。さあ外から7番青木春近が2番の荒尾を捉えるか。インコースから今度は3番東尾野正道です。その後ろは4番の伊藤信夫、この前3者を追走する形です。さあ青木春近外から先頭に立つか、残り6周回、しかしインコースからは3番の東尾野です。青木と東尾野、ここで青木が単独で先頭に立ちました。青木単独で先頭、2番の荒尾が2番手、3番手は4番の伊藤信夫、3番東尾野現在4番手です。その後はさあ5番中村、6番高橋光ぐ、あとは1番の永井と8番早川聖太郎が後方で追走していきます。さあ7番の青木が先頭、2番手2番荒尾が粘っています。3番手ですが、さあ外は5番の中村雅人が差を詰めて、あとは3番の東尾のインコース、その後ろは6番の高橋光雲も前段まで取り付いてきました。残り4周回、青木春近先頭ですが、インコースから2番の荒尾聡、そして3番手外から5番の中村雅人、中村が2番荒尾の外までやってきました。その後ろから虎視眈々と6番の高橋光雲です。そして後ろが4番の伊藤信夫、
先頭はしかし7番の青木春近です。青木先頭残り3周回、インコース2番の荒尾聡、荒尾が今度はもう一度7番の青木を内から捉えていきますが、7番の青木と2車並走状態、相手側は今度は中村雅人、5番中村雅人も差を詰めてきました。あと6番の高橋光、高橋がインコース7番の青木のインに入ってここで3番手に上がっていきます。先頭2番の荒尾、2番手が5番の中村雅人です。さあ中村がさあ荒尾の外からまくっていくか、あるいは荒尾が抵抗するか、後ろから虎視眈々と6番の高橋光、そして7番青木は現在4番手の位置となっています。先頭は2番の荒尾がキープしています。2番手が中村雅人、高橋光3番手、残り1周回です。2番の荒尾先頭、2番手5番中村雅人、3番手は6番の高橋光、青木は現在4番手。さあ中村雅人が荒尾に並んできた、中村雅人が荒尾に並んだ、そして内から高橋だ、内から高橋光だ、やっぱり高橋光、しかし荒尾もやってきた、荒尾から高橋から並んでゴール。5番中村は3着 1.7 倍でスタート、5秒前です。枠番選択優勝戦8周回で行われます。12レーススタートしました。さあ岩崎スタート遅れました。1コーナー5番有吉がまず飛び込んでいきました。インコースから1番の永井大輔、追って7番の藤岡和樹です。5番有吉が先頭に立ちました。2番手7番の藤岡、3番手1番永井、その後3番高橋光、そのインコース2番の浦田慎介です。あとは外から6番の松尾博文です。松尾博文が外を通っていきます。これから2周回目へと入ります。有吉が先頭、2番手7番藤岡、3番手1番永井、その後3番高橋光、高橋が永井のインコースを狙ってきています。あと6番の松尾博文、さあ高橋光が永井を捉えて3番手に上がっていきました。5番有吉先頭、2番手7番藤岡、おーっと有吉がブレた、先頭は藤岡に変わりました。藤岡先頭に変わって1番の永井、それから3番の高橋光が現在3番手、その後6番の松尾です。そして2番の浦田、4番の岩崎良一、8番浅香が最後方となっています。先頭7番藤岡和樹、2番手1番永井大輔、3番手高橋光です。3番高橋光がまた永井を追いかけていきます。その後6番の松尾が4番手です。高橋光が永井の内をつこうというところですが、3コーナーでは永井が2番手をキープしていきます。逆に永井が藤岡との車間を詰めていきます。7番藤岡が先頭、残り4周回、永井が2番手、3番の高橋光が3番手、その後6番の松尾です。さあ高橋光が永井を攻めていきます。永井を高橋光が攻めていきます。さあこの王者、それから SG 全て取っている永井良志、高橋光と両者ですが、まず高橋光が2番手に上がって、そしていよいよ藤岡和樹を射程圏に入れていこうというところです。先頭は7番藤岡、2番手3番高橋光、3番手1番の永井、その後6番の松尾博文、あと5番の有吉です。残り2周回です。あと2周、藤岡和樹、3番高橋光、1番永井大輔、この3者。さあ高橋光が藤岡のインに入って、そして3コーナーで先頭に立ちました。3番高橋光が先頭に変わって藤岡和樹が2番手、残り1周回、1番永井が3番手、その後6番の松尾です。絶対王者はやっぱり強い。3番高橋光が先頭、2番手7番藤岡和樹、3番手は1番の永井大輔です。さあついに全場 G1 制覇、3番高橋光今1着で5連、2着が7番の藤岡、3着がです。ボルテージ最高潮、拍手が沸き起こりました。12レース優勝戦10周回スタートしました。さあ2番木村武史がインスタート、その後青山周平が出ていきます。木村が1コーナー先取り、3番青山、それから4番中村雅人、あとは高橋光です。さあ中村雅人が青山のインコースに入ってきております。先頭2番木村、2番手中村雅人が上がって、3番手に青山周平です。その後は7番浦田と1番高橋光、2周回目です。あとは5番の荒尾、そして6番の佐藤孝也、最後方は8番の前田潤となっています。木村武史が先頭、リードは2車身、2番手4番中村雅人、3番手は3番青山周平、そしてその後は7番浦田慎介、現在4番手のインコース、アウトは1番の高橋光です。さあ前の5車が少しずつ抜け出して、その後は荒尾、そして6番佐藤孝也、8番前田の順です。木村が先頭をキープ、2番手が4番中村雅人、さあ中村雅人が木村の直後迫ってまいりました。そして3番手は3番青山周平が食らいついていきます。さあ中村雅人が木村をアウトから攻めようというところ、さあバックストレッチでもアウトコースから中村雅人が攻めて、そして3番手7番浦田慎介が上がってきました。追って1番の高橋光です。先頭は2番の木村武史、さあ中村雅人がインを狙いますが、ここも木村が忍びます。3番手が7番浦田、4番手1番の高橋光、青山は現在5番手に交代、あとは6番の佐藤孝也、そして遅れて5番荒尾と8番の前田です。さあ
木村が依然先頭をキープします。残り5周回ということになります。2番手中村雅人が木村を攻めていきますが、木村が先頭をキープ。さあバックストレッチ、ここもインをしっかり締めて木村拓司が先頭をキープ。2番手が4番中村、そして浦田慎介がこの両者に迫ってまいりました。浦田がまず中村雅人のインコース、そして一気に木村もかわしていく。浦田が出ていきました。浦田先頭に変わるが、もう一度木村がインを狙っていきます。3番手4番中村雅人、あとは後ろから1番の高橋光嗣です。さあ浦田が先頭に立ちました。先頭7番浦田、2番手が2番木村、3番手4番中村雅人、残り3周回、1番の高橋光嗣が4番手となっています。さあ浦田慎介が少しずつリードを取っていきます。木村武史が食らいつく、木村武史が食らいつく。3番手4番中村雅人、そして1番高橋光嗣が現在5番手、4番手、そして3番の青山が5番手、あとは6番佐藤、そして8番の前田です。先頭浦田慎介、2番手木村武史、3番手4番中村雅人となりました。さあ青旗が左手に見えて残り1周回です。浦田慎介が先頭、木村武史が2番手、3番手は4番の中村雅人、そして青山が4番手となっています。さあデビュー以来通算100回目の優勝をこの SG で飾るのは7番の浦田慎介、先頭で今5人、2番手が2番の木村、3番手は4番中村雅人です。スーパースターシリーズ優勝戦の発走でございます。歴史を作るか松春菜、スタートまでは3秒を切りました。スーパースターシリーズ優勝戦スタートを切りました。松春菜が持ち味の速攻で一気にゼロ班の小里健太を叩いて先行していきました。さあ2番手争いは小里が粘るところ、4番の山田達也も好スタートで3番手から2番手へと上がろうかという3コーナーであります。1番の小里健太も初の8周戦、どこまで粘るでしょうか。山田達也を抑え込んでいきました。今度は変わって内側から気力には絶対の自信があります。2番の斉藤哲司が4番手から3番手伺ってくる。後方には8番の篠原がついている。さあ2番手争いが大激戦となっています。やり合っています。1番小里が粘って増春菜に詰め寄る勢いがあるか、逆転があるか、あるいは逆転があるか。1番の小里健太の気配も目立っている。3番手が斉藤哲司、後方から篠原がインコースじっくりとさばいてきました。早川聖太郎はまだ最後方から、今ようやく一射捉えようかというところ。残りは50回、長丁場の8周戦、3番のマッサルナこのまま押し切れるのかどうか。1番の小里健太が食らいつく形となりました。3番手2番の斉藤、現在3番手、さあ斉藤のこの後の動き注目であります。篠原が4番手、残り4周回となりました。6番の岡部が中段5番手から8番の篠原に差を詰めてきた。さあ岡部が篠原のインコースを狙っていく。入るか、岡部がさばいた。岡部が4番手と上がってまいりました。篠原さばかれた。5番手交代、残り3周回、篠原岡部が4番手で競り合っている。先頭3番増田でありますが、リードはわずか。小里健太も十分に逆転の余地がありそうだ。さあ岡部だけが攻め上がってきている。岡部の気配がかなり目立ってきた。残りは2周、終盤戦、まだわからない。増春菜が先頭であります。増が先頭、小里が2番手、3番手6番の岡部、考えられない除血。3番の増春菜先頭、岡部が2番手へと上がっていく。さあ岡部が2番手上がれるかどうか。ブルーフラッグ残り1週間、いつかはこの大舞台にと。この大舞台というのはもちろん王座決定戦であります。その可能性も十分に感じさせる3番マサルナの激走。岡部が2番手へと上がってくるか。1番の小里と2番手接戦だが、3番のマサルナ除血が見せました。優勝だ。ブルーランプが消えました。スタートまで3秒を切った。上毛新聞社杯優勝戦スタートしました。最終班のスタートはどうか。中村遅れた。あ、早川聖太郎行ったと思いきや前が壁になってしまった。新井啓太がその分行きました。青山周平はスタート行けなかったんですが、さあ勝負の1周3コーナーだ。内を攻める。一気に叩き込んでまいりました。青山周平3番手に上がっている。先頭は1番の小田雄一郎、2番手竹内、攻めは待ったとし、2周1コーナーで先頭に上がっていく青山周平。先頭に上がりました。早川もついていく。中村
はこの時まだ中段からやや後方の位置でありますが団子状態になっています。先頭青山周平抜け出しました。2番手には早川清太郎という体勢、3番手に荒井啓太、中村雅人が4番手に上がりまして残りは4周回、先頭青山周平を追い詰められるか6番の早川清太郎です。3番手に中村雅人が上がりました。先頭青山でありますがこれはまだ6番の早川清太郎まだ可能性がありそうです。かなり強めの足色にも見えています。残りは3周回マッチレースの様相を呈しています。ナンバーワンの中村をもってしてもこの車間は奇跡が起きないと無理です。先頭は7番の青山周平だ。早川清太郎もう銀メダルはごめんであります。現在2番手の位置、残りは2周回、早川清太郎2番手からぴったりマーク、大物食いになるか、青山周平にさあ狙っているぞ、一気に、おっと、これは7番の青山も抑えました、7番の青山先頭だ、地元勢の攻防になりました、2番手、早川清太郎、さあ、汽水の地元、生え抜きの地元の早川清太郎が待ったをかけるのか、攻めに行く立場になりました、早川清太郎が男を見せる、おっと、最終コーナー。ちょっと危ない感じになっていますが、それでも最後に男を見せました。万来の拍手は早川の背中。5秒を切りました。3秒前、スーパースターシリーズ優勝戦スタートしました。 10m ラインのスタート争い、少し前輪を持ち上げた佐藤真也、それでもトップスタート、森和幸が乗っていく、森和幸が乗っていく、さあまずは1番の藤本、2番の佐藤真也、佐藤が滑っています。内側から6番の若井と任す佐藤真也の夢を、6番の若井、さらには5番の森和幸で挟み打ちであります。森和幸の力走、森の力走、森が2番手に上がりました。レーサー2周回目、先頭は1番の藤本理恵でありますが、さあ地元の5番森和幸、おっと2コーナー立ち上がり、少々滑りました、少々滑りました。先頭は1番の藤本、藤本が先頭です。5番の森が2番手の位置、さらには3番手争いは6番の若井でありますが、今日のこの疾走路でも藤本のペースも良さそう。さあ外から森の強襲、外から森の強襲、おっと滑った、いっぱいいっぱい、これが勝敗のターニングポイント。1番の藤本、1番の藤本、未知の領域に向かっています。残りは5周回、8周戦は初めてであります。1番の藤本、まだ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 周回数は残っています。5番の森勝之、懸命な追走でありますが、その車間は現在10メートルぐらい。3番手若井、4番手佐藤真也、4コーナーを立ち上がります。藤本と森の対決、さあありったけの力を振り絞ってもう一回森勝之先頭争い、どうか、無理はできない状況だ。5番の森勝之、もうタイヤは悲鳴を上げています、タイヤは悲鳴を上げています。先頭は1番の藤本理恵、藤本理恵の現在先頭であります。2番手森勝之、さあ先頭争いはシーソーゲーム、つばぜり合いになっています。白熱の首位攻防戦、少々滑った藤本、少々滑った藤本、2番手5番の森勝之、さあケプリよく森勝之が並ぶ、森勝之が並ぶ、藤本にとっては西の周回に入っていきます。残りは2周回、さあどうか、さあどうか、この両者の攻防戦、ぐらついた藤本、森勝之、さあ決死の覚悟で飛び込んでいく。大観衆が森の背中を押している。1番の藤本大健闘でありますが、ここ1番で決めた森勝幸、残り1周回森勝幸が先頭、2番手には1番の藤本、そして3番手6番の若い友勝となっています。もう何年も優勝から遠ざかっています森勝幸、今先頭でもう1回藤本がまくりかけるも受け止めた森勝幸、森勝幸がシリーズ戦のチャンピオンだ。ブルーランプが消えました。3秒前、シリーズ戦平尾正明が優勝戦スタートしました。スタート田村、そして佐藤真也、隣から三浦航平も好スタート、トップスタート行きました。佐藤真也が行きました。昨日は自己ベストタイムを更新した佐藤真也が昨日のような走りを再現できるかどうか。2番手に三浦、3番手に内山と早くも人気の面々上位独占、滝下順平はまだ後方であります。8番の小林瑞希もこの枠から現在4番手争いを演じています。内には山田達也がいます。地元勢で競っている4番手争い、後方7番の内、1番の滝下は現在後方7番手、2番の田村が最後方、残りは6周回、さあ3番の佐藤前が残り6周押し切ることができるかどうか。8周回の長い道のりでありますが、佐藤前はもう経験豊富であります。
今年は日本選手権で女子レーサー史上初の SG 優勝を果たした佐藤麻耶。さあこのタイトルゲットなるか。2番手三浦、3番手が内山、この2人が佐藤麻耶に襲いかかるか。6番の山田達也も気になる動きで上がってきて、現在は2番手争いの一角であります。滝下の動きはどうか。まだ離れた5番手になっている佐藤麻耶先頭、残り4周回。さあペースはどうか。2番手4番の三浦航平、総タイムでは上回っている三浦航平の内側に内山が狙っていくが、ここは引いた内山、逆に外から。さあ見せる、地元ファンを盛り上げる山田達也が3番手へと上がった。さあ地元ワンツーあるか。残り3周切った。先頭3番佐藤麻耶依然先頭キープ。コース取りはどうか。4番三浦2番手、6番山田が3番手、そこにもう1回5番の内山さんを詰めるか。1番滝下5番手変わりません。後続勢は離されました。さあ突破らせ、今佐藤麻耶、三浦航平、山田達也、この辺りの攻防で終盤戦に入った。さあ三浦が佐藤の内側覗いてきた、しかし入れない。逆に内側から山田達也だ。山田達也2番手上がった。地元ファンが大熱狂、地元レーサーが先頭2番手固めた。さあ残り1周、佐藤麻耶か、それとも6番の山田達也か。この2人地元勢の攻防になった。さあ山田が襲いかかる、容赦なく襲いかかる。佐藤麻耶押し切れるかどうか。外から山田達也、外から山田達也、しかし佐藤麻耶が振り切りました。見事優勝だ。優勝戦の発走でございます。張り回転スタートまで3秒前、 G2 川口記念優勝戦スタートしました。ハンデゼロ、やや吉田優也前面を持ち上げたんですがどうか。1コーナーはコースか。そして大外から長井大輔、一気にかましていく。鈴木清志も好ポジションにつけています。中村は最後尾、8番手からの競争になりました。さあ1周3コーナーではコースを一発で差し切ったのは吉田優也でありますが、このインコースから鈴木清志が、さあインコースをめがける。もうコースからやり返しています。ハンデゼロ勢がやり合っています。長井は現在4番手の位置、先頭は1番の高塚義明。そのインコースから鈴木教師が一気に貫通しました。鈴木教師が先頭へと上がります。2番手吉田優也、3番手高塚、さらには長井大輔、4番手中村がその後ろすぐ、5番手あたりまで上がってまいりました。長井の動きはどうか。3番手1番高塚を追いまして、長井が切り返しの体勢から、さあここで番手を上げました。長井が3番手で上がっています。中村も追撃体勢は整っております。4コーナーを立ち上がりまして、残りは5周回、鈴木教師がレースをリードしています。さあ初めてのグレードレース制覇になるか。6番鈴木清志が先頭であります。2番手は3番吉田優也、長井が3番手、中村は4番手の位置であります。長井の動きも上々、2番手3番吉田優也を追いまして、さあ切り返しの体勢から番手を上げました。周回ごとに周回ごとに回転数が上がってきた感じ。長井大輔今2番手に上がっています。中村はどうか。中村はまだ4番手の位置であります。鈴木清志が引っ張っています。さあまだ3周回残っています。茨の道のり、中村が3番手に上がってくる。先頭は6番の鈴木清志、7番の長井が、さあ睨みを利かせる。背番号6をつかめるところまで長井が上がってまいりました。6番鈴木清志が先頭であります。これは射程距離か。7番の長井大輔、さあ切り返してくる。鈴木清志のインコースから長井がここで飛び込んでいく。7番の長井、さあ内側、6番鈴木清志が差し返して、中村雅人が迫る。さあ令和の好勝負が展開されています。先頭鈴木清志、執念の走り、執念の走り。残り1周ブルーフラッグ、もう1回長井、もう1回長井。さあ長井が飛び込んでいく。鈴木清志が差し返した。先頭6番の鈴木清志、初めてのグレードレース制覇へ、これが執念の走り、勝利にこだわった8周回。先頭6番鈴木清志、見事グレードレース初